皆さんこんにちは、ジェイソン・オルゴブルーだ。ヒュイだ。はい、今回紹介するレゴはこちら、レゴスーパーマリオクリボーの靴です。はい、今回はこちらを組み立ててレビューしたいと思います。はい、こちらは去年発売されたレゴスーパーマリオの拡張コースです。外箱はこのようになっていて、今回はクリボーとクリボーの靴が付属します。そういえば前にクッパジュニアクラウンを作ったんですけど、あれもすごい良かったので、今回のクリボーの靴も結構楽しみです。箱の後ろはこんな感じです。こちらの定価は1180円でピース数は76個です。で、こちらのクリボーの靴は僕の地元の山田電機で600円で売られてました。なので、じゃーん、2個買いました。2個買って並べたらレゴスーパーマリオのロボができるんじゃないかなって思っております。はい、それではレゴスーパーマリオクリボーの靴を組み立てます。完成、クリボーの靴です。ちなみに今回全部で8分で完成しました。今回のセットに付属するキャラクターはこちらのクリボー1体のみです。全体をぐるっと見回すとこのようになってます。クリボーについてはこれまで作ってきたものと一緒で、この表情のプリントパーツが違うだけです。ちなみにステージはこのようになっていて、砂漠ステージにブロックがある結構シンプルなものになっています。はい、ではこちらのクリボーの靴を見ましょう。全体をぐるっと見回すとこのようになってます。全体的なカラーは緑色ベースで、差し色に黄色が使われています。上から見るとこのようになっていて、下から見るとこのようになっています。クリボーの靴のこのパーツはレゴスーパーマリオのスターターセットに入ってる土管と一緒のパーツになっています。こういった曲面パーツのおかげで靴の造形をしっかり再現されているところがとても完成度が高いと思います。ちょっと斜めになるんですけど、こうやって安定して自立させることもできます。ちなみに裏面はどうなっているのかというと、この部分が押されるとこのように戻ります。ちなみに中にはゴムパーツが入っています。ではレゴマリオを使って遊んでみたいと思います。ではまずはクリボーからいきます。クリボーについてはこれまで作ってきたものと一緒です。ではレゴマリオを乗せたいと思います。どんな音声が出るのかがすごい楽しみです。ではいきます。あ、音声については前に作ったクッパジュニアクラウンと一緒ですね。で、このままジャンプさせると、はい、このように敵を踏んづけてコインを取ることができます。では付属のクリボーを踏みたいと思います。あ、これ結構面白いですね。ではレゴルイージでも遊んでみたいと思います。音声についてはレゴマリオと一緒です。ではこのままクリボーを踏みます。音声についてはレゴマリオと一緒ですね。では最後はレゴピーチで遊んでみたいと思います。レゴピーチもマリオとルイージ同様の音声が出ます。そして僕はクリボーの靴をもう一個買ってますので、じゃあこんな感じで並べてみました。おー、なんかこれレゴスーパーマリオの合体ロボできそうですね。ちなみに2個目についてはネジの部分を左右反転にしました。なんか見栄え的にいいかなって思いまして、あえて逆の方向に取り付けました。はい、レゴスーパーマリオクリボーの靴はこんな感じです。はい、ということでレゴスーパーマリオクリボーの靴を組み立ててレビューしてみました。まずこのクリボーの靴自体の完成度がすごい高くて、実際のゲームみたいな感じですごく面白かったです。ちなみにこちらのセットはもうそろそろ絶版になると思いますので、気になった方は早めに購入をお勧めします。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ、ヤハハハハ。